と申します。よろしくお願いいたします。こちらこそ。あんまり言ってないです。チェが出ましたけどもね。チェが出たところで、大きめのチェが、ところです。さあ、あと2分50秒時間稼ぎしようか。あんま時間稼ぎしようか。そんな気持ちで。そうですよ、財満のことを時間稼ぎなんて言ったらもう怒られますよ。いやいや、こっちのセリフよ、それは。お前が言ったんだろ。はいはい、まあまあまあいいでしょ、それ。なんだそれ。漫才のことも財満って言ってほしくないしね。はいはいはい、まあ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 。あと何分ですか。めちゃくちゃ時間稼ぐ体制に入ってんじゃん。そうね、なんか話しないと。それはもちろんそうよ、なんかないの。まあ、こう見えて27なんだけど、この違うじゃん、こう見えて27じゃないじゃん。何がどう見えてんの。32でしょ、あれ俺。何が面白いんだ。俺のセリフだよ。いや違う、年でしょ、それは。年じゃないの、俺言ってるのは靴のサイズなんですよ。靴のサイズ見ても分かんねえだろ、じゃあ。ああ、そんなむしゃむしゃうるさいな。むしゃむしゃ。なあ、ちょ、レタス食べてるやつみたいに言えば。レタスとは限らないと思います、裁判長。もう肘上げる時のパカもう音入ってんじゃない。悲しいよね。俺が32だよ。28の時はなってなかったもん、そんな。なってなかったもんね、絶対ね。パチパチパチもう言わないよ、本当に。パキパキパキなんて。あれじゃないんだから。ね、みんな。どれなの。あれって言ったら、おのおののパキパキを上司してもらいたいって話だよ。パキパキ、皆さんのところで。そんな話じゃない。でなぁ。あ、しかも自分でやってんだから。違う、だから、まあ、年も年なんだけど。まあ、そうね。いや、だからね、ほんとね、ちゃんちゃんと勉強しときゃよかったなと思って。ちゃんとね。うん、ちゃんちゃんだったらおしまいになっちゃうもん。おしまいだよ、ほんとに。おしまいなの。ちょっと聞いてくれる農民のみんな。誰が農民だ。なんで農民と決めるの。農民じゃない、農民じゃないか。どうだよ。いや、もうお金がなさすぎてね、もう恥ずかしいよ、本当に。お金がないって。そうや、もう財布の中パッて開いたら、652円しか入ってない。652円。全部500円玉で。計算が合わねえよ。500円玉で652円ならないでしょ。みんなの財布か、財布にもよりますけど。はい、なんですか、財布なんてそんなことないと思います。あ、今度はなりません。なりましたね。これがまだまだね、30歳っていう。30歳じゃないんだ。なんでちょっとずつ若くしてるの。32歳です。そうね。だから頑張った。確かにね、勉強とかしときゃよかったから。そう、本当にね。だからもう親は本当殺したいよ、こっち。なんでそんなこと言うの。親が甘やかすからこんな感じになったんだと思ってね。親に甘やかされたって。そうだよ。あんま教育とか熱心じゃなかった。全然熱心じゃなかったよ。え、でもそう。うん。お仕事ほら。ああ、まあでもね、中学校の教師だったんだけど。教師ね。いや、親子さんは教師じゃない。中学校の教師でしょ。うん、教師じゃない。お札貼ってないでしょ。お札貼ってない。まあ、顔真っ白でよくこうしたけど。いや、教師じゃない。このまま教材じゃない。冗談じゃない。冗談、冗談。マイケル・ジョーダン。ジョーダン、ピボットのイメージね。ダンクないし、メジャーリーグ挑戦だ。そうそう。言ってたからね。夢を言ってたね。知ってる？3A 入った。3A って何？そのメジャーの。ああ。3A 入って。で、遠征がきついって。そのメジャーの 3A、3軍ぐらい。だから、そのメジャーの才能動向にも、遠征がきついのに耐えられないのがあいつはって言われた。ああ、なるほど、なるほど。そうそうそう。そこで、ジョーダンが取った行動が、でっかい快適なバスを買うっていう。ほんと冗談みたいな話だね。ピモったの言ったでしょ、今だから。あ、こっちそう、こっちじゃない、こっちじゃない。こっちはサブよ。あ、サブか。もう、こっちサブ。北島の方だ。サブです。サブでしょ。サブでしょ。サブはキヨキヨと言うんじゃないですか。サブじゃないの。あ、チラシ。チラシ。チラシ。しかも、長男何もチラシじゃないでしょ。かかってない。チラシはいないけど。あ、思われるけど、本当にもう。小金沢。誰が小金沢。サブのファミリーに入れるんじゃねえか。なんでな、この出身。こんな話じゃないじゃん。何が勉強しとけって話。勉強しとけ。例えば、その何が苦手だったの。いや、もう全部苦手よ。もう読書とかもしなかったしね。読書しなかった。全然しなかったよ。そう。ということで、読書感想文でさ、足でメロス読めって言ったけど、メロス出てくる前にやめちゃったもん。一行もいいんだって、一行。メロス、ブチ切れ始まった。すごい、センセーションだったね、ほんとね。おさむちゃん、そんな書くんだ。おさむちゃんって言ったら、ダサいよ。そういうだけだから。そういうだけ嘘でしょ。おさむちゃん、それだけだから。もっと励ましてやるよ、じゃあ。あんなネガティブなやつ。そう、すぐ失格失格って言われて。審判じゃん、審判。審判って言ったら、お前審判じゃんっつって。全然受けなかったけど。いいよ、そんな話じゃないわ。得意な教科はなかったの、逆に。ああ、得意なのはね、俺ね、算数。算数。うん。演習率これ50件で言えたからね。え、すげえ。すごいでしょ。それはすごいじゃん。でも地元であったんですよ、50件で言える歌みたいな。歌？うん。そうもあった。あ、やってない？あ、じゃあ教えてやる、教えてよ。
さーん、でーん、いーち、よーん、ダントン、ダントン、女子パワーいいなここまで来てまだ 3.1 を 3.1 を知ってんのよ。あと25分ある。長えな。ダンドン言ってる暇だ、そこ数字言えよ。何がダンドン、ダンドンだよ。俺が作った歌じゃないか、文句言うなよ、そんなの。誰が作ったの？わかんない。ビッグダディじゃない。子供だけであいつ作ってる。少子化解決。何の話して、何？いいよ、もう。ネタやりましょう、ネタ。あれでやる？そう、ネタやんなきゃ、ネタやんなきゃダメですよ、それはもうね。あ、俺ちょっとやってみたいシーンがあって。お、何？あの、病気の告知をする医者さん、かっこいいじゃん。あ、かっこいいね。病気告知するから。あ、書いてなくて。オッケーオッケー。先生、僕の体は一体どうなってるんですか？検査の結果が出ました、はい、あなたの体は、はい、ガンガンあ頑丈です。やったー、どうも。チャンネル登録高評価お願いします。